ピライラピルラはケカビメの菌類の一つ。水玉カビに似ていて、動物の糞に生育し、丈夫な胞子脳壁が、胞子脳胞子を含んだまま基部から外れ、長く伸びる胞子脳柄によって、それを多物に付着させる。数種があると思われる。最もよく知られている種である、ピーナマラに基づいて記す。菌種はよく発達し、成長も早く、PDA。 摂氏18度での培養では6から7日でシャーレが一杯になる。菌糸体は当初は開白色で後に排気色に変わる。寒天中によく伸び、気中にも多少出て高さ1 5ト、mm、ルに達する。匂いはない。菌糸は寒天中のものは計9から23、気中のものはやや細く、当初は核壁がないが後にできる。補腹菌止や過痕は作らない。 無性生殖は、胞子の胞子による。胞子の柄は、寒天培地中の菌糸から出て分子などせずに、単純な形で伸び、計23.5から47ながら高さは10から60ミリメートルにまで達する。その太さは全体を通じてほとんど変わらず、基部や先端の膨らみもない。当初はまっすぐか、ほぼまっすぐに立っているが、ほどなくシワが寄って崩れ落ちる。 角壁はなく、色は半透明からお白色、時にわずかに褐色がかる。その先端には単一の胞脂脳が乗る。胞脂脳は半球型で、計82から175、時には200をわずかに超え、高さは45から90ほど。その上半部は暗色でその壁は厚くて、口暗化している。下半部は透明で、ゼラチン質となっており、成熟時には、 膨らんで姿を消してしまう。また成熟しても吹き飛ばされるようなことはない。柱軸は大抵扁平になっており、44から 95×70 から140、稀に遠征型で高さ120に達する例がある。淡い、あるいは明るい黄色で、襟はないか、時にわずかだけ見られる。アポフィイシスは明確に見られ、黄色から褐色がかっている。胞子の胞子は、 卵形で7から12.55.5から8、半透明から黄色がかって見える。有性生殖は接合法指能の形成による。自家不和合成で適当な株の組み合わせでのみ、接合法子を形成する。接合法指能は、休憩で、低85から150程度、あるいは卵形で108から130、85から120、程度を、透明で、 内部に大きな湯滴を含む。接合指納は釘抜き型で、計1 4から37。接合指納の基部は互いに緊密に絡まり合っている。接合方指納は発芽すると出てきた、発芽管が伸びた先に、方指脳方指を形成する。なお、現時点では接合方指納の形成が観察されているのは、本属では、この種のみである。方指は、屈光性が強く、 また成長はとても早い。胞子能は下部の透明部で溶け、上の胞子能とその中の胞子能胞子はまとめて柱軸から離れ、粘液層の上に浮かんだ状態になる。この粘液層は湿った空気の中では水分を吸収して大きく膨らみ、胞子を見学させた大きな水滴となる。この粘液部は周囲にある草などに触れるとしっかりと粘着し、放射能全体が 柱軸から離れて、そこにくっつくことになる。この時、器物に付着する仕組みについては、水玉カビと同じである。数種が記載されているが、その中で蒸気のピーガマラが、最も広く見られ、アメリカやヨーロッパ各国から報告されてきており、様々な草食動物の糞から発見されてきた。他に、インドからも報告があり、そこでは、ネズミや牛の他に、 九弱の糞からも見つかっている。中国でもネズミの糞から発見されているが、中国では、この種はむしろ少数派であるという。それ以外の種はいずれも稀なもので、グローブは1934年にこの類のモノグラフを書いて、そこで本属に5種を認めたが、2009年までに追加されたのは一種だけであった。またそれらはいずれも、元気祭以降には一切発見されていない。 ジャン・アンドリューは、中国のものを中心にこの属を研究し、に新種を加え、本属の種を7種、およびに変種を認めた。さらにその後、オーストラリアから新種が一つ記載されている。日本からは、報告がなく、ただし北海道では出現するという話が、噂として出回っているとかいないとか、ピーナマラは、馬やウサギなど、 様々な草食動物の糞状で見出されている。ジャン・アンドリューは、口黒なキウサギをちょっとなカーゼニの糞から2種の新種を発見している。この研究では、動物の糞以外に一例だが、牛糞の下の土壌から分離した例がある。最も新しいオーストラリアの種はのエミュードローミアス、ノービホルンディの糞から発見された。本種は、 古くから水玉カビパイラベラスと関連づけて考えられてきた。水玉カビ族は古くからよく知られたカビで、その得意な形態と独特の性質で注目された。粉成菌であり、ほぼ草食動物の糞からしか出ない。培養する場合も粉中出液を加える必要がある。透明で数ミリメートルに達する放の能柄を立て、強い性の加工性を示す。の柄の基部には、 菌糸の膨大部があり、これを栄養脳という。また、胞子脳の直下にも膨大部があり、これが破裂して胞子脳を飛ばす。飛んだ胞子脳は周囲の草の葉に付着し、動物に食われて糞として出てくる。本属のものはその胞子脳の形態や糞から出現することなどで共通するため、ごく禁煙のものと考えられた。特に胞子能兵器がきちん化しており、 その内部に、胞子脳胞子を収めた状態で気部がとろけて外れ、胞子脳全体が一つの散布体のように振る舞う、特徴は両者に共通するもので、粉性菌としての適応とも考えられる。それどころか本属のものが、実は、水玉カビの正常でない姿になったものに、過ぎないのでは、という意見が出たことさえあった。もちろんこれは培養研究の結果否定されている。 しかし本属と水玉カビとの類縁性は疑われることがなかった。もう一つ同じ特徴を共有するウサロミケスアテローミセスがあり、これは水玉カビ同様に法子脳のもとに法子脳可能を持ち、ただしそれが破裂して法子脳を飛ばすことはしないというものである。この三族をまとめて水玉カビカッパイラバラシにすることが行われてきた。これには 本属と水玉カビ属のものが、いずれも接合法指能を、釘抜き型に形成する、ということも踏まえてある。ヘシルティンエリスの毛カビ目の創設では本家について、自然な群を構成するものであり、その進化の経路は、極めて明確として、以下のような筋道を示している。ただし21世紀になり、分子系統の情報が活用されるようになると、 それまでの形態を重視した毛カビ目の分類体系が、系統関係を全く反映していない例が多数あることが示され、枠組みの大幅変更を余儀なくされた。そんな中、水玉カビ化に関しては、水玉カビとウサロミケスは、禁煙なものとの判断が出たことで枠組みそのものは維持された形だが、一方で本属のピーナマラについてはこれらとは系統を大きくことにし、 むしろケカビ族のミューコウミュウシドと一番近いとする結果が示された。ただしジャグ・ンリューはこのことを引きつつもそれを奇妙なことにと称し、本族を水玉カビ科のものとしている。しかしその後もこの問題には検討が行われている中でこの見方は変わっていない。ホフマンエトールは本族の複数詞を含めて ケカビ目のトガについて検討し、やはり、水玉カビと、ウサロミケスが禁煙でこの二族で、水玉カビ化を構成するのは認められるが、本族はこれらからは遠いこと、本族が禁煙なのは、ハリエダケカビ族ヘラコスタイーロム、エダケカビ族サンニディアム、ピレラ族ピレラであり、それに、ケカビ族の中で、ミュウコウミュウシドが禁煙であること、これらはケカビ目の従来は、 多数の素家やトガにまとめられていたものを含む最大のトガとして、ケカビカミウコリシに含まれるべき、との判断を示している。つまり、法子脳全体が外れて散布される形は、平行的に独立に生まれたものと考えられる。ジャン・アンドリューに認められているものと後に追加されたものを以下に示す。違いは、法子脳柄の太さや高さ、法子脳の大きさ、法子脳法子の形や、 大きさなどに見られる。以下、形態については、ジャン・ンリー二プ259による。PDA は、ジャガイモ諸島寒天バ地のこと。金の培養ではごく標準的に使われる。胞子の尾壁が付着していた部分が残ったもの胞子の柄が柱軸につながる部分か、その延長のように膨らんでいる部分、ウェブスター、ツバキタ P216 以下、ウェブスター、ツバキタワケ、P215 ハット、アレクザパリスエトール、P146 ジャングリュウ、P256 ナンドマートラハットジャンリュウ、P25 ハットナンドマワラトラハットジャングリュ p ハットンドマワラトラハットジャングリプ、256アークハートイトール、ミカワ、ウェブスター、ツバキタワケ、P215 ハットアークハートイトール、ジャンリュウ、 P255 引用ともに、ヘシルティンエリス、P201 大型の毛カビの一種でフンからよく出て、くる。おダネルへ通る。ありがとうございます。